僕は選手1年目で訓練の組み上げの期間がすごく短いので、その時間のハンデをどうやってカバーするかっていうところに気を使って訓練をしてきました。最後まで諦めずに努力をしていい結果を勝ち取りたいと思います。